世界中でお探しても神輿のように担がれてみんなから大切にされて守られてないです。日本の神社といってもいろいろありますよ。縁起式の神社、縁起式、縁っていうのが伸びるっていうね、延長の縁、こうして喜び、あ、縁起式、縁起式っていうのはこれ平安時代だから今から1000年前ぐらいですよね。それ以前の神社とそれ以降の神社がある。楠木正成というのは非常に立派な人でしたが、楠木神社、乃木大将の神社、これ立派な人たちです。しかしそれは新しいね、どちらにしても、しかし縁起式に出てくる神社、これはもう1000年以上前から、つまり計り知れないほどの本当のユダヤが日本にやってきたときに神を崇めるための場所だったっていうと分かる。今のような宗教的な意味ではなくて、でずーっと守ってきたわけです。そこにある神輿はそれこそね、うちもや、そんな世界中どこにもない。だから日本人は神社を作る、古い神社を見つける、そういう時に一番話題となるのが今申し上げたように神輿なんです。これを3500年前の言葉で私たちはこれ見てるわけです。ほんまやこの通りや、そうでしょ。3ページの真ん中の段13、またアカシア材の竿を作り、金でこれを覆わなければならない。皆さん神輿ってのはちゃんと竿を通してるでしょ、担ぐためや。さらにもっと驚くべきは14、そしてその竿を箱の側面の管に通してそれを箱で担がなければならない。15、竿は箱の管に刺しておき、次それを抜き離してはならない。日本の本当の神社は竿を抜きませんで、1年365日通したままです。それが3500年前の神の戒めなんですよ。その通り守ってる。面白いのは分からんけど守ってるということや。だけどその人が分かってようが分かってようが関係ない、血統は守られている。そしてこの日本に約5000万の本当のユダヤ人がおるって言ってるわけです。これがやがて発表されますよと言ってるわけです。今じゃないです。逆に言うとそれを潰そうと連中であれば、ね、それはおりますよ。さっきのネピルムじゃないけど妬みの対象ですから。ちょっと今3ページを見てくださいましたが、ついでに16、そしてその箱に私があなたに与える証の板を収めなければならない。これがモーセの10回です。ウノクラブで今3種の神器をやっている。そのうちの一つがモーセの10回、そのモーセの10回をその箱の中に収めようと。また純金の食材場を作らなければならない、ずっと言って、18、3ページの真ん中の18、また2つの金のケルビムを作らなければならない。これを内物作りとして食材所の両側に置かなければならない。一つのケルブをこの端に、この18にケルビームと書いてある。複数形だからケルビーム、単数形になると19、一つのケルブをこの端に、一つのケルブを端に作って、ケルビームを食材所の一部としてその両端に作らなければならない。ケルビームは翼を高く上げ、その翼を持って食材を覆う、顔は互いに向かい合う。大きな翼を持って、どこに置くんや、ちょっとすいませんが、こっち見てください。ここに置けって言ってるんです。で、本来のものは、一つ二つ、そして、羽を広げて、翼を広げて。だから、架空の鳥のようなものですね。架空のような、ケルベムって言ってるわけです。そして、この顔同士は向かい合う。で、これを覆っておきなさいと。これが契約の箱って言うんです。今神輿を思い出してください。この上に何がある？鳳凰です。鳳凰は架空の鳥です。そんな地球上を探しての鳳凰という鳥はない。ただ一匹です。本来は鳳凰ではないけど、ケルビムが向かい合ってたんです。もう一遍言いますけど、世界中どこ探してもこういうものをご神体にする国はないです。遥か昔の伝統、旧約聖書で書いてあることを次が問題や。何にも分からんで日本人を守ってきたってことですわ。旧約聖書も知らん。それ開いてみたら、あれ？あれあれ？うちの村で、うちの町でやってるやん。そうよ。だから伊勢神宮というところから皆さんおいでになったかも分かりませんが、伊勢市。いろんな習慣がそこに残ってる。
3ページ。そして一番上に行きましょうか。3ページの一番上、出エジプト記40章。これも3500年前で一緒ですね。主はモーセに言われた。正月の元日に、あなたは会見の天幕なる幕屋を建てなければならない。そしてその中に証の箱を置いて、垂れ幕で箱を隔て隠し、また机を備え入れて、それ携え入れ、すみません、それに並べるものを並べて、食材を整え入れて、その灯火を灯さなければならない。あなたもまた金の香の祭壇を証の箱の前に据える。ちょっと分かりにくいですね。ちょっと神社があって、ユダヤの場合、ユダヤ人はで一番の奥、これ奥の院、こちらは普通の礼拝所で、この間に幕がこっちから入ってくるんですよ。ほんでこの中に特別な場所があって、ここにさっきの契約の箱、本当の神輿、神輿をこう置いたんです。本当のものは一つですから。日本ではお互いユダヤ人が日本に到着して、それぞれの場所で生きていこうとするときに、この神輿のひな形を作ったわけです。だから中はない。だからその神輿をそれぞれのユダヤ人の勢力の真ん中に置いて、さっきから言っている神社にしたわけです。だから日本中神社があるわけです。古い神社であればあるほど旧約聖書のその通りにやってるわけです。金でしょう、覆ってるのは金でしょう。ものすごい大切。そして神輿見たら、もっと面白いのはわっしょい、わっしょい、これは勝利という意味です。わっしょい、日本人は意味わからんで、わっしょいわっしょい、なんか荷物かける持つ時のなんか、かけろみたいに思ってますが、勝利という意味です。グローリー、勝利、わっしょい。だからいつもかつてのユダヤ人は戦いに行かざるを得ない時は、この神輿を先頭にかけて、わっしょいわっしょいって言ったんです。今の日本と同じじゃない。神輿を担ぐ時にみんなわっしょい。しかも普通の服装しないでしょ。大概白い麻の布をしますね。そう、昔の通りですよ。ほんで今言ったら、ね、誰かがわっしょいって、みんなでわっしょいわっしょい、みんな喜びになってくるわけです。どん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 燃え上がってくる。言葉の意味がわからんのに、ユダヤの血が流れてる。そして話を元に戻すと、この上から見てますよ、一番大事な奥、この至聖所というね、至る聖所、ここに契約の箱を置いた。でそこにモーセの石板とかいろいろ盛り入れました。ほんでここに幕があった。こっから中に入れなかった。